こちゃおーす。中までたっぷりチャーです。100人マリオチャレンジ。今回は普通で、気楽に遊んでいきましょう。音量調整は、OK。ちょっと下げて、下げすぎ。こんなもんかな。OK。OK。聞こえてる方の BGM を調整して。さあ、やってまいりましょう。やばいな、これ死ぬな。でもオートマティックですね。OK、OK。バネオートマティックステージだな。あ、左に戻す。で、また左に行って、また右に行って、上に上がりの、上がりの。あ、左に右の、右の。あ、また右の、右の、乗りの、かわしの、なんかでドルルルされーの、ベルトコンベアで運ばれーの、スタートにーの、ゴーステージ2参りましょう。いやー、雷が半端ないですね。台風去った後のはずなのに。バネで逃げる全自動。あ、くっついてくるのか。あ、すげえ、バネが連続でバネ真似してる。ははすげえ、バネゲーだ、これは。おー、おー、逃げ切った、確かに。確かに逃げ切ったね。おー、すげえ。こんなことできるんだね。3参りましょう。ゴー、スーパーラン。ラン、走らせるんですね。超走るらしい。行くぜ!マリオ久々に動かした感じする。スターを落としてくれるやつもいますね。オッケー!ステージ4参りましょう。ピラハナプランテーション。ピラハナ?なんのこっちゃ。なんのこっちゃ。とりあえずここ投げてみて。あー、違うな。キノコか。なるほどね。コーラパイセン。あ、もうゴール。ステージ5。参りましょう。ジミー G。これは突撃していくんだね。進みが悪いな。便秘かな ?BNP かなこれは。野原ミサイだな。野原ミサイ29歳だな。これはいつまで結構長い。ああ、ゴールあった、よかった。今んとこ、まあ、全自動もあったけど、不思議なコースが多いっすね。ステージ6参りましょう。タンク、タンク、タンク、タンク。なるほど。戦車だ。うわ、すげえ。ベルト、あ、キャタピラの部分をベルトコンベアで表示してきたか。表示。示してきました。入れた。なんかあるんだ。うわ、なんかこれ製品版にめっちゃありそうじゃん。すげえ。製品版にありそうなコースステージだ。じゃあちょっと暇があるんで、大砲の弾で、お遊戯しますか。OK、スリーアップ。あぶねえ。スパナパイセンに当たるとこだった。あぶねえ、あぶねえ。右が先出るのか。あ、食らった。ついに、ただの中年になってしまった。まだ尻尾があったからまだあれだったけど。うわ。緑の悪魔か。うわ、スター取りたかった、それだったら。危ねえ。中間だ。勝ちゲー。これで勝ちゲーだ。オッケー。足場。ん?お、上に持ち上がったね。危ねえ、上で爆発。お、来た。中年シップマリオ。結局中年なんだけれども。みんな大好き、中年シップマリオ。いや、でもこの尻尾は本当に可愛いと思うな。欲しい。この垂れ下がり方。たまらんすね。あ。そうなんだ。完全に当たってると思うんだけどね。完全に下っ腹あたりに。当たっていると思うんですが、ファイヤーも取れたんですね。下から行けばね。で、こっから出てきたと。あ。てか思えば、じゃあ、取りに行くことも可能なんですね。なるほどね。
入るんだな。あ、尻尾だったら右行けたぞ。あーでもちょっとその、あーいや全然右行けたね。つまりここをショートカットできたってことですね、多分ね。 P スイッチ、え、踏んでもこれは踏んでもここはちょっときつそうだよね。あ、P 踏むと何かが変わる？変わんねえし。あ、ちげえわ。 P 踏んで左行けってことだったんだ。こっから飛びなさいよということなんですね。おりゃ。あ、別に下あったんだ。やばい、でもこれ死ぬぞ。ミスると死ぬ。オッケー。ステージ7参りましょう。また全自動だ。すごいな、7分の3か。いろんな全自動見れるのはやっぱ普通のいいとこですよね。おおおお。右左右左と。なんか今日はバネの日なんだな。おお、ライドンスタイル。あーすげえ、見事な微調整ね。また左右左右。お茶はお箸持つ方。逆に言いづれえわ。ドクロに乗ってバネるバネるバネる、意味深だな。バネる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 、オンプルオンプルオンプルゴル。ステージ8参りましょう。トライ。さあ何の挑戦かな。さあまずは土管に入って、土管の中でブーツを手に入れて、おおー、マリオカート。あ、速攻取られた。はえーよ、取られんの。ファイヤーの時もそうだけど、俺取られんのはえんだよな。お、カニですね。何のゲームかは分かんないけど、カニですね。右も行けそうだけど、一回土管入ってきます。赤花ちゃんを踏みつけて、なんか書かれてるのかな、ちょっと分かんないですね。大丈夫です。さあ3に土管に入って、はい、 OK。はい、ではね、いいねランキングちょっと使っていきましょう。すげえな、本当にカオスだね。ごっちゃごっちゃしすぎだろこれ。ビッグカオスシティロードだって。とりあえず英語で書きたかったんだろうな。わかるよその気持ち。俺も英語来たらとりあえず読みたくなるもん。すげえな。行くべきはこっちなのかな。はい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 。どこに進む？あー、でっかいからここ行けんな。なるほどね。これは右に進んで大丈夫で、ボークリさんを使って、あ、これダメ、あ、これもダメ。うわー、攻撃が来た、攻撃が。はい、コインです、音符です、上に行きます。1アップ、緑の悪魔は別にいらないんだよな。あー、入るんだな。入ります、入れません、うん、あれだね、これが落ちてくるスタイル。おぶね、あ、違う、これ上に行けんじゃん。あ、食らいながら右に行って中間、あ、入れた。すげえ、カオスすぎるな。本当にカオスだな。ここで1アップを取ります。今できることは、あ、下に行けましたね。下に行くとトゲメットが手に入って、トゲメットが手に入ると、あ、コイン確保できますね。うりゃ、赤コイン確保。赤コイン確保してどうする？あ、お前か。え？あ、いや、上には行けないっすよね。あ、ここ行けるね。はいはいはい。で、
赤コイン、トリーノ、トリーノ、これは壊せないやつだね。左上にキーノ、緑の悪魔ですね。いやでも別に鍵とか入ってくるやつじゃないと。上から降ってくる、なんかが出てくる、ピースイッチいただきます、ファイヤーも取れる、ファイヤーとメットマリオとかもう無敵じゃねえか、半端じゃねえ。このピースイッチで、下から、あ、よく見たらここの赤コインが取れますね。で、このピースイッチを押すとバネるよね。挟まれないように右に進み、コインを壊し、あ、上に行ったな。コインがあと1枚ですね。赤コインをあと1枚見つけなきゃいけないけど、あとはどこにあるんだろうな。あと1枚、もうダメだね、壊れちゃってるもんね。あと1枚どうだ。あ、隠れてる、ほらこんなとこに隠れてた。緑の悪魔で隠れてましたね。すげえな、そういうこともできるんだね。重ねる、重ねて見つけなくさせる戦法ね。なるほどね。おお、また続くのか。オファイユー、やった。さあこれは勝負だね多分ね。なるほど、動いてくるのか、なかなか厄介だな。ほっ、でも順番が分かってるから、次真ん中、次右、あ、勝ち申した。オッケー、ゴール、お疲れ様でした。いやーカオスだったね。じゃあこれやって終わりましょう。スターランっていうの多分やったんで、それの2かな。あ、スペルは、ま、合ってますね。 RAN のパターンが多いからね、スランはね。結構多いんだよね、 RAN パターン。気づかないよな、でもな。気づかない、気づかない。なるほどね。それで繋がってたんだね。スター行って、バネって、上に進み、ピースイッチからの、え？右で、あ、上に行けるようになってる。またスター確保。今のとか死にポイントなんだよね。気をつけないとね。上に行って、左に行って、スター回収して、乗って、道ができました。はい、道ができました。左行きます。スタートです。回収する。ピースイッチ。おー、うまいことできてんな。あ、これやばい。急がないとダメなやつだ。多分。あ、いや、大丈夫だった。ちょっと、あれだね。そういう系のコースやりすぎて。これは倒して大丈夫か。乗って、左。パウル。で、右に行ける。お、入れません。道ができます。はい。スター、ピースイッチ、音符、もう一回右？おー、なんかいけるようになってる。そうか。P 踏んだからか。ドーン。ブラックパックン倒して先に進み、ここでスクロールに変更。よいしょ。急に難易度が上がる。降りて、パウって、上に上がって、上がって死にません。オッケー、道先に進める。ピースイッチじゃなくてパウ、フラワーじゃない、あれはファイアーボールか。右に進める、進めます。いいっすね、道ができる、できる。カロン、うん。ドーナツをする。クッパオーツ、レールとコンビアでさらに右に走。すげえな、こんな長いのよく作ったな。あぶねし、クッパ打つ。オーケー、ついでにゴール。おー、すげー、楽しかった。お疲れ様でした。おら、いやー、食らっちまった。でも倒さなくても、うお、すげー。でも倒さなくても、うお、すげー。
倒しても倒さなくても、うお、ざんはすげえ、お前そんな動きすんのか、初めて見た。